九州豪雨の被災地大分県では週末も行方不明者の捜索が続いています。日田市で川に流されて行方不明の女性の夫が今日早く見つかってほしいと語りました。日田市では今月7日に70代の女性が玖珠川に流されて行方が分からなくなっていて、警察などによる捜索が続いています。見つかってほしいです。流されるところをですね、黙認しちゃうというのはものすごいんですよ。でもうそれがまぶたに焼き付いてですね、寝る時も焼き付いてるし。今日は玖珠川の特徴をよく知る地元の消防団員らおよそ200人が参加し、河川敷などを入念に捜索しています。